れですね。来た来た、はい、結構ね、みんなもうゲットしてくれてる人多い ね、 ねえ、ツイッター見ると。ね、お二人はねきっと入ってますよね。入ってます。うん、ということで。ね、入ってますよ。待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。お、大丈夫ですか。白い恋人を食べます。いただきます。ひひ。てんてて。ああ、美味しい。ちなみにそれは真っ白を食ったということでよろしいんでしょうか。あ、そうだ。匂わせ。匂わせ。ガチャガチャ食べました。やばー。これはもう近いうちに実現待ったなしですよ。ちょっと待って、本当に。いや、そうか。ちょっと嫌そうな顔してる。かわいい。すごいですね。あ、この、あ、お、いますよ、ここに。お、大さんいた。あ、ありがとう。わお。おい、待てよ。表紙のやつが言うんじゃねえよ。待てよ、待てよ。大さん発見しましたよ。ありがとうございます。はい、豪華メンバー。あ、あ、え、ガチャオいる。ガチャオ、ほんまや。ガチャオいるじゃないですか、ここに。ほんとだ、ね、アイスからは石川直ちゃんもいますよ、ね、私は女子プロカードがこれ2つ目なんでしたっけね。なんかね、たくさんね、そう、秋バージョン出ているということで、うん、お、すごいね、いろんなものがありますので、一気に破っちゃうんですよ、こういうの。あ、そんな感じする、うん、ビリビリっていっちゃうタイプなんで、こう、ね、書店ではね、お求めいただく際には、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、果たすってことですね。そう、分かりやすいようにね、看板的な感じで、そうポップのようにこうなっているっぽいんですよ。あ、なるほどなるほど、素敵。それではお二人に、やばい、すごい。じゃあ三拍選んでください。私自分の引きたい。ここも含めて運なんで。お、じゃあ一個ずつ引いてこうぜ。そうですね、こういうのね、私はね、あのね、上からとか下からとか、はい、そういうのこだわらないんですよ。あ、そうなんですか。うん、じゃあ、お。はい、一拍目引きました。これドキドキするね。ラストですよ。何が入ってんだろう。どうせだったら自分引きたいですよね。ね、惜しい。そして最後は君に決めた。お、すごい。お、来ましたよ。素晴らしい。かわいい。それでは一人が開けて、はい、何が出た何が出たって紹介してる間に、もう一人が次のパック引いてみたいな感じで。わかりました。どこか、あ、開きましたね。ハサミで開ければいいのに。あ、なるほど。縦にこう横に切ってればいいんですね。そう。すごいな、これ、ラム会長、マジで。ねー、すごいですよね。すごいなー。ジュリアーってなってる。ラスボス感がすごい。さすがラムさん。では、こちら紹介してもよろしいでしょうか。はい。はい、まず、ででん、林あゆみ選手。おー、わっしょーい。わっしょい、わっしょい。わっしょい、出たぜ。わっしょい、わっしょい。はい、 いいですね。今日出た人を引くっていうのがいいことですね。続きまして、続きまして、すごい。来た来た来た。何何何。青野美久選手。あ、しかもこれ。シルクだ。かわいい。超かわいい。超かわいい。ほら。あ、かわいい。ほら、裏も。ちょ、おっぱいおっぱい。かわいい。あ、まだかわいい。かわいい。何これ。すごいすごい。欲しい。かわいい。はい、続きましてですね。角田奈緒選手。お、終わった。まだアクトにいた時のコスチューム。お、本当ですね。そうだ。今赤チェックになってるんですよね。そうなんですよ。いつもコスチューム可愛いですね。ね、可愛い。猫になってます。そして、うなぎひまわり選手。あ、これはもう私服かな？野外ですね。これコスチューム？あ、違うか。どっちなんだ？野外。多分野外だから、あれだ。あの、水着みたいな感じ。あ、なるほどなるほど。特典のやつだ。めっちゃスタイルいいな。はい。続きまして、かずき選手。緑。イェーイ。谷桃さんと。そう、ね、組まれてますよね。そう、谷桃大好きだから。そして、はい。いきなり出てしまいました。何？誰？この方です、どうぞ。うわぁ、マジで、すげぇ、マジで一発目が好きよすぎない？いきなり出てしまいました。すごいね、引き強い。ちょっと。空気読んでんだよ。多分もう参加してんだよ、今日のニコプロさんに。いや、そうですね。やばこの人ね。いきなり出てきてしまいました。進出してくるぞ、これは。やば。やば、結構レアなパックでしたね。ね、本当に本当に。いい、私も。いきますね。はい。あ、
いきます。はい、まずででん、我がアクトレスの桜井優子。あ、いきなり出ましたね。はい、優子さん、優子ね、もうピースパリもね、そうなんですよ、出てくださってますね。だいぶ顔が昔と変わりました。そうなんですか。そう、すごくいい顔になってきた。もともと美人だけど、なんか凛とした感じが出てきました。あ、次、あ、やばい、これなんですか。ででん、ゆきさん、やばくない。しかもこれはなんかね、ちょっと前のコスチュームのやつですね。初めて女性っぽい素材とかいろいろ書いてある。あ、これすごい、ちょっとランジェリーっぽい時のコスチュームですね。そうだ、確かに、うんうん、で裏はガウンで、そう、コスチュームコレクションって書いてあるよ。なるほど。あ、じゃあこれ昔のコスチュームから多分いろんなものを取っていったんでしょうね。あ、なるほどなるほど。すごい、かわいい、スタイルいいな。いや、本当そうなんですよ。はい、足長いしね。 OK です。はい、次です。あ、私好きなんです、セナさん。お、しおりセナ。そう、かわいい。かわいい、かわいい、ね、緑と紫の組み合わせかわいいですね。そう、かわいいんですよ。かわいい。そう、かわいい子ですね。なんか自分がね、前ね、組んでたタッグの色合いと似てるので。あ、なるほどなるほど。ずっとね、かわいいなと思ってたら、おお、せなちゃん会ったことないんですけど。そうですよね。ちゃんと言われてるけどみたいな。あ、来ました。お、なんと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 、ゆうなさん。おー、バラのゆうな選手。おー、やばない、ダイナマイトバディ。これはすごい、これはすごい。でもね、裏の方がすごいよ、これ。裏すごいですよ、裏すごいよ。ください、ください。やばない、これ写真集の表紙みたい。すごい、すごい、やっぱゆうなさん綺麗だ。うわ、出た、これはすごい。これもあら、まあ、うわ、グラマラス。本当ですね。これはね、多分コスチュームのやつじゃないので、特別なレアカードです、ね。水着ですよね。そう、ね、めっちゃでかい、ね。呼ばない。ね、ボールですよ。すごい。何か。これでアタックとかしてくるんだよ。実測し。すごい。今日今日来ました。来ました、来ました。お、ででん、つくしさん。まだね、解明前の撮影だったんだしね。そうか、そうですね、そうですね。つくしさんの名前ですね。はい、まだつくしだけの。かわいい。かわいい。ピンク。ピンクですね。ね、コスチュームは最新のものですね。ね。ほら、かわいい。いや、つくしさんはかわいいからな。お人形みたい。はい。です。そして、ラスト、1枚。はい。かわいい。あ、え、わ、どうしました？何ですか？何ですか？どれが来ちゃったんですか？何ですか？来たよ、来た。どれが来たんですか？やっぴー！あー！え、これめっちゃいい写真。めっちゃ可愛いね。すごいいい写真。お尻？ね、バッて。お尻アタックのやつじゃない？いい写真ですわ。いい写真どうやって撮ったんでしょうね。やってやった瞬間。やってやった瞬間。やってやった瞬間。やった瞬間にピッて撮ったんですね。やってやった瞬間にピッて撮りました。素敵、ヤッピー、いいね。いい写真、めちゃめちゃいい写真。いい写真です。すごい。まあ、自分でへんな。じゃあ、ちょっと、次の放送迫ってるんで、ガンガン参りましょう。行きましょう、行きましょう。ゆっくりやっちゃう、そういう癖。はい、ですが、行きますよ。はい。ででん。舞海未来選手と鈴芽選手。おー、登場作の若手の方ですね。タックのカードもあるんですね。うんうん、すごい、かわいい、かわいい。あ、続きまして、うん、我が俺たちの松屋うなの、うなさん出ました。俺たちのですよ、俺たちの同義で入ってるんですね。はい、続きましてですよ、はい、五十嵐の選手。あ、なおちゃん、かわいい、かわいい、すご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 い、もうポーン、もう本当にノアもおっぱいでかい、すごい。続きまして、ででん、こちらも、真瀬優奈選手、コスチュームバージョン。コスチュームバージョン。引き強いな。はい。コスチュームもすごく、コスチュームバージョンですね。綺麗だなぁ。はい、おっぱい。続きまして、ででん、うなぎひまわり選手のコスチュームバージョン。かぶるなぁ。かぶるなぁ。かぶる感じしますね。うなぎさんでも。はい。そして、ついに出てしまいました。なに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 、ほんま、いやぁ、しかも、イエスとレアじゃん。レアカード。そうなんですよ。よかったよかった。レアなやつなんですよ。あら、かわいい。すごい。すごいですね、結構。すごい。すごいやん。出ちゃった。先生、さすが。出ちゃったやん。出ちゃった。すごい。じゃあ、解散しましょう。出ちゃいました。いきなし来ましたよ。はい、イケメン関口かけらー。
っこいいな。かっこいいね、これ後ろのガンもね、めっちゃかっこいいです。ガンかっこいい。そうなんですよ。かっこいいです。また来ました。おおおお、誰が？ゆきさん。おお。スタマのマイクション。おお。すごい。これも。これもね、コシュコレクションのカード。あ、本当ですね。わお。すごいね。ゆきさん来るね。すごい。あ、来ましたよ。バニーちゃん、あー、かわいい。この写真ほんと好き。これめっちゃ可愛い後ろの。かわいいんですよ。かわいい。うさぎポス、かわいい、かわいい。かわいいね。はい、そして、開けました。ハムさん、ハムさんいいよ。すごい、ドスコイ感のドスコイ。ハムさん。ハムさん。私、ハムコ選手です。いやー、いいですね、いいですね、いいですね。そうね、あの、ハンディキャップマッチですごい、はい。来ました、かっこいい。セラさん。え、めっちゃかっこいい。え、めっちゃいい。なんだこれ、極道コスモ。いや、めっちゃかっこいいの。このめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。後ろもめっちゃかっこいいです。おお、このカード欲しい。え、なんかテイスト違うね。ね、違いますよね。特別。デザインがめちゃめちゃ特別扱い。かっこいい。はい、そして宮本茂佳選手。おお、登場さんですね。そうね、かわいいですね。ね、いや、このコスで戦ってるのすごいなっていつも思ってます。うん、白馬ですよね。はい。はい。でした。イエーイ。続きまして、じゃあ、最後のパックいきたいと思います。はい、ちょっと私も引き欲しいな。で、で、小橋まりか選手。おー、ギャルになって帰ってきた。あーね、ギャル。かわいいですね。はい、お美しい。続きまして、坂崎ゆか選手。おー、あ、来てるね、来てるね。はい、かわいいな。登場さんが続きますね。はい、結構登場さん続きで。続きまして、ハイパーミサヨ選手。あれ、登場さん続くな。はい、こちら結構、登場さんパック。はい、続きましてですね、中島翔子選手。あれ、これ登場さんパックなのかな。登場パックですね。はい、5分の4登場さんじゃないか。はい、続きまして、来ましたよ。次も三浦亜美選手。ここで来ました。亜美ちゃん、亜美ちゃん。新人新人、期待の新人、イエイイエイ。そして、はい、そして、いいですか、出しても。はい、いいよ、出そう。いいですか、出そう。ででん、あらー、すごい、マジで引き持ってんね。いや、マジで。引きすごい。来てるかもしれない。すごいね。いや、すごくないですか。すごい、すごい、すごい。ほら、最強の引き。もう、枕の下に入れてね。はい、持って帰っていいですか、これ。あ、持って帰っていいって言われたら、枕の下置いたら夢に出てくるやつですよね。これで一緒に寝ますね、今日。うわ、キモいな。すごいな。1ヶ月間寝るということですね。はい、もうちょうどあと30日なんでね。やば。枕の下に敷いて。夢に出てきて前哨戦してくださいよ。よし。いいですね。では、ちょっと待ってください。じゃあ私は本当にゆきさん引き強いですね。来ました、また。あ、すごい。あ、ほんとだ。結構前のやつだ。昔のコスですもんね。多分ね、コスチュームコレクション丸一だから、多分一番最初の。はいはいはい。前髪あります。あ、すごい。前髪あります。かわいい。パッツンだ。ほんとだ。昔のゆきさんだ。はい、ゆきさん出ましたね。そして来ました。もちさん。わーい。とんかつ。かわいい。とんかつ。トンカツ。めっちゃいいじゃないですか。来ましたよ、そして出ました。お、まだ出てない皆さん。はい、はい、はい、3位。お、セラさんです。あ、すごい、セラさんの引き。セラさん、セラさんのサイン付きです、これ。すごい、超レア。レアですね。これなかなか手に入らないぞ。かわいい、いいだろう。いいっすね。いいだろう、いいだろう。いやー、すごい。来ました、来ました、来ました。来ました、誰ですか。はい、ドン、ラブ会長。おぉ、黒。え、いいカード。何これ。めちゃめちゃかっこいい。かっこいい。テイスト全然違うな。え、もうベストデザイン。すごい。すっげえかっこよくないですか？かっこよ。プロレスカードじゃないみたい。え、なんか名刺じゃないですか、これ。ね。ほんとだ、名刺に使われた。ドーム、ドーム会長です。すごい。すごい。いきました、次。ゆきさん、神ゆきさん。神ゆきさんです。神ゆきさんですね。綺麗だな。綺麗だね。美しい。ね。綺麗だな。今ね、ベルトも取ってみたいな感じですよね。足なんか。あ、やばいね。同じ人間じゃないよ。確かに。確かに。はい。そしてラスト。あ、一緒ですね。ハイパーミサオさん選手ですね。ご結婚されたんですよね。そうですね。発表されてて。人妻になられたということで。素晴らしい。いやー。いや、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。したことないけど、おめでとうございます。はい、はい、そんな感じで3つ引いていただきましたが、はい、これはぜひ持って帰りたいというカードございましたら、
や、すごいね。本当にすずマジで引き強いわ。こちらは絶対に持って帰りたいです。いや、もう最後の最後にね。すごいね。やっぱ持ってんの、ね。そうなんだ。31日、もう注目ってことだね。はい。皆さん。いやもう前哨戦始まってますね。始まった、こういうところから始まってますから、もう。すでに。小枝を食べて。はい。カードも引いて、カードも引いて、もうバッチリじゃないですか。ね、本当に。ぜひ大晦日は後楽園ホールにお越しください。はい、お待ちしてます。